てないよ普通に。おはようの時間でしたね。おはようございます。ちょっとだけ配信をしようと思います。おはようございます。よっこらしょっと、本当にちょっとだけしようと思います。おはようございます。おはよう、おはよう。寒いですね今日も。うん、今日のタイムテーブル決まりましたよ。今日はなんと5時から8時までします。これはもう決定事項なんで変えられません。そう、今日はねおひなさんの誕生日のひまたぎも見ました。今日は寝てないんですよ。今日は寝てない日です。まあ寝るんですけど、この配信終わったらちゃんと寝るので普通にご安心くださいって感じなんですけれども、おはようございます。おはようございます。こんばんは。あ、じゃあおはようございますですね、ごめんなさい。おはようございます。ちょっと眠れないですよ普通に。おはようございます。ダメだ、写真をさ作ったんだよ、あの配信イベント用のね写真を作ったのにタブレットで表示しようと思ったらできんかった。今日はね、午後違う17時から、20時まで3時間ノンストップで配信しようと思っていますので、よろしくお願いします。おはよう、おはよう、おはようございます。おはよう。ちょっともうなんかボサボサなんですけど、普通おはようございます。おはよう、おはよう。おはよう、おはよう、おはようございます。おはよう、まあ、おはようではないんかね、寝とらんかったらおはようではないか。じゃあなんだろうじゃあ何って感じだと思うんですけど朝からイケメン、イケメンですか、やっぱ。おはよう、おはよう。今日はね、今日からねイベントが始まるんですよ。17時からイベントが始まるということで、そう昨日の夜ね結局配信できんかったけ、あのあれだったからちょっと朝のうちにしようかなと思って寝る前に、ね、配信しております。おはよう、おはよう。3.75 さハート、ありがとう。あの影から物理的に、おはよう、おはよう、おはようございます。またね今日X とかメールとかにも配信何時からするよとか載せたいと思うんですけど、配信内容決まってるんですよ。今日はね北沢リクエストアワーを3時間開催しようと思います。5時から8時まで北沢リクエストアワーを開催したくて、だけどね準備が間に合わなくてね、あ曲は大体決まってるんやけど、その組めてなくて、あれがちゃんと、グダグダになりそうですけど、よろしくお願いします。おはよう、おはようございます。今日は土曜日ですか、もしかして。池永さん落花生ありがとう、ありがとう。そう北沢のリクエストアワーが開催される、てかリクエストアワー
なんかでも一個なんか個人的に3期で公演をやるなら、公演とかコンサートをやるならみたいなのをね勝手に組んではいる。それはまたリクエストではないか、またでもそれも明日、明日とか今日か、今日の配信で発表していきたいと思います。おはよう、おはよう。今日は土曜日ですか。そうですね、土曜日ですね、土曜日ですね。眠くなってきたわ。それは眠くなりますよね。おはよう、おはようございます、こんにちは、あ、おはようございますって言ってんのに、おはようございます、こんにちは、おかしいね。おはよう、おはよう。はあ。そう、3期でね、でもなんかちょっと時間とかちゃんと分かってない、なんか尺とかは決められてないんですけど、なんかもう尺とかそういうの置いといて、キツツワがこれを やりたいっていうのをね適当に選んでしまった。適当ではないんですけどね、曲があるので。そうですね、48さかき、この時代から発表ですか。今回は48のみで組んでみました。そう迷ったんよね、坂道とかイコノイジョイらへんも入れるか迷ったんですけど、今回48のみで組みました。ベスト100、いやそのね部門で分けようと思って、服とかやってたら多分やってられんけ、その部門、かっこいい部門みたいな、かわいい部門みたいな感じでやろうと思います。ちょっとまだねちゃんとできてなくて、もう大丈夫なのって感じなんですけど、そう今日は3時間続けて配信するのでぜひよろしくお願いします。おはよう。なんか2月4日のスケジュールも組んだけど、お話し会だよねって思って、組み合わさんと喧嘩ったりとかいろいろあるんですけど、もう考えることが最近は多くてですね、眠れんのんですよ。考えることがいっぱいでして、おはよう、おはよう。部門はいくつありますか。でもかっこいい部門、かわいい部門、元気出る部門、あと、まあ、STU のみとかもあるから、ちょっとどうなるかね。おはよう、おはよう。で、まあ、10曲ずつぐらいかな思ってます。おはよう、おはよう。ベレッタさん、ハートありがとう。大西桃花さんのアイコンやね、かわいい、ありがとうございます。おはよう、おはよう。なんか、まあ、いろいろありますよね人生って。おはよう、おはよう、おはようございます。人生っていろいろありますよね、本当に本当に人生って大変なんですよ。おはよう、おはよう、おはようございます、おはようございます。おはよう。眠くなってきちゃった、あんなに眠くなかったのに。なんでやろね。おはよう、おはよう、おはよう。全然眠くなかったのに眠くなってきてしまった。まあでも何時50分に始めたか、じゃあ15分くらいに終わります。この配信は頑張ってください、頑張ります。まあね、5時からの配信はちょっと切り替えてやっていきたいなと思うので、ぜひ5時から17時にから見に来てください。寝落ちしてダメだよ、寝落ちしたらだって消されちゃうから。もうほんまに眠れんかったのに急に眠れる、眠くなってきたのは本当になんで怖いんだけど。おはよう、おはよう、おはようございます。おはよう、おはよう。今日は17時から20時までの配信となりますので、ぜひよろしくお願いします。私も寝てないんですよ、だけ眠い。なんか急にさっきまであんなに眠くなかったのに急にすごい眠くなってきたんだよね、なんででしょうか。おはよう、おはようございます。おはよう、おはよう。
かわかんない、急にめっちゃ眠くなってきた。おはようございます。今日準時間頑張って。やっぱね、どんな時でも朝は来てしまうんですよ。時は止まってくれないんですよ。朝は来るし、昼も来るし、夜も来るんですよ。しんどいですね。おはよう、おはようございます。おはよう、おはよう。よいしょ、いたたたた。おはようございます。そうですね、なんかまた夜配信行けたら行くね。ありがとう。今日はイベントが始まるんですよ、17時から。なので11時から20時までね、ぶっ続けでやろうと思ってます。行ってきます。行ってらっしゃいです。また X とかで告知したいと思います。ソソさん、ハートありがとう。おはよう、おはよう。おはようおはようございます。昨日ツインテールの日だったらしいよ。今日は何の日なんだろうね。おはよう、おはよう。気まず、おはよう、おはよう。そうですね、もう本当にもう、おはよう、おはよう。普通に節分、あ、そっか、今日節分か。もうなんか何も考えられなくなってた脳が初見です。あ、おはようございます。48、三期研究生の北澤いちごと言いますので、ぜひフォローお願いします。ギフト投げて関係か、推奨、全然、なんで謝らないでください。どういうことですか。そう、全然、あの今日の17時からはそうイベントがあるんですけど、まあ、朝は朝で、これは別の枠としてやってるので大丈夫ですよ。 OK。 おはよう、おはよう。逆にありがとうございます。こんな応援していただけてありがたいです。本当に。おはよう、おはよう。なんかもう難しいよね。人生って難しいんだよ。おはよう、おはよう。なんかもう考えることばかりでもうしんどいけど、まあ17時からのイベントの配信を切り替えてやっていきたいと思います。おはようございます。今日は17時から20時まで配信したいと思っているので、ぜひぜひ。ちょっとでも見に来てくださったらなと思います。北沢リクエストアワーを開催しますので、北沢のリクエストアワーが気になっちゃうよって人がいたら、ぜひ見に来てくださったらなと思います。健やかに生きられますように。そう、健やかに生きたいです、私も。まあね、いろいろありますから、人生というのは難しいよね。眠くなってきちゃった。眠れんかったっけ。眠れなすぎて眠くなってきた。もうなんだろう、さっきまでほんまに眠くなかったよ。ずっと一生起きてられるって思ってて、でもなんかやっぱ寝とらんけ、はなんか始めとしたら眠くなってきた。気まず気まずですね。おはよう、おはよう。まあね、今日も17時からもう本当に北沢リクエストアワーパーティーみたいな感じで開催したいので、なのでパーティーに参加したいよっていう方々がいらっしゃいましたら、ぜひお越しください、パーティーをしに。おはよう、おはよう。早いですね、早いですよ。そう、昨日のね夜にね配信しようか思ってたんですけど、ちょっと厳しくって金買ったので朝配信してみます。はじめまして、はじめまして、おはようございます。 ST48 の北沢いちごと言います。よかったらフォローしてくださったらありがたいです。おはようございます、おはようございます。おはよう、おはよう。大変やね、本当に。生きるうて息苦しいねって感じです。頑張りましょう。おはよう。まあでも頑張ると決めたことは頑張るので頑張ります。頑張ります。おはようございます、おはようございます。
ばい、目が閉じてきてる。なんか今日マジでさ、メイク落としとらんのよ。なんか多分夜夕方ぐらいメイクしていこう。うん、本当にやばいよ、お肌が。おはよう、おはよう。生きる、そっちの。おはよう。ケーキ食べてからね。そうだよ、私ケーキ食べてないわ。私メイク落とさなくても肌荒れないタイプの人間なんで。でもこういうのって後から蓄積されて悪化しそうだからさ、できないわ。おはよう、おはよう、おはようございます。うん、まあでもそうだよね、なんか。おはよう、おはよう。そう、しかなぜ今こんなどういったテンションみたいなテンションをしてるかっていうのをね、皆さんもね分かると思うんですけど、みんなもね分かると思うんですけど、そう、昨日ねあったんですよ、いろ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 あったんですよ。まあ知ってたんですけどね、割と数ヶ月前ぐらいから。うん、だけどなんかやっぱり悲しい、まあ悲しいんですね。おはよう、おはよう。うん、まあ明日、今日だね、もう今日なんだよ、やばい。もうなんで朝って来ちゃったの。おはよう、おはよう。100回目の訪問ありがとう。朝って来ちゃうものなんですね。そうですね、まあやっぱり3期生の中で一番仲良かった、仲がいいってもうずっと言ってるし、なんかもう本当に一番最初、本当に一番最初からずっと一緒におるし、なんかもうなんて言うんだろう、もう家族とかそういう部類なんですよ、普通に同期とかではなく本当に毎日一緒に いるし、うん、悲しいよね。フォローありがとう。なんか泣きそうになってくるからやめようかな、どうしよう見てる、見てる見てないかな、わかんないけど。なんかまあいやもう悲しいよそれは。どうやって生きてこうか。そう、メールではね送ったんですよ、そのことについて、そのことについて送ったんですよ。なんかもう結構ね、もう何ヶ月も前から知ってて、私ですね、なんか多分最初に言ってくれたから、そう、寂しいんですよ。おはよう、おはよう。でもなんかそうずっと言ってて、おはよう、おはよう。やっぱ一番仲いい人だったし、もう違う、そういうのもう泣かないで、普通にやめて、そういうのよくないよ、やめて。はい、オッケー、おはよう、おはようもうやだ、泣かないでもらえますか、本当に。そうやってすぐ、そういうところがよくないんですよやっほー、おはようございます。まあね、もうずっとね、もう気づいたらもう何ヶ月も経ってました。悲しいです、普通に。なんかそんな感じです。おはよう、おはよう、おはようございます、おはようございます、おはようございます。 STU48 3期研究生の北澤いちごと言います。よかったらフォローてくださったら嬉しいです。まあね、ね、そういうものなんですよね。はあ、だってもうあと3週間しかないじゃん。もうやめ
いた方がいい。いやもうな、もうさ、私もう毎日もう何ヶ月も前からずっと泣いてるんですからね、毎日そのことを考えて。もうかわいそうですよね、本当に。そう、もうね、結構割と前にその話は聞いてて、なんかまあレッスン中とかも、もう悲しくて、でもみんなは知らんけ、急になんか泣き出してるやばい女みたいになるじゃないですか。情緒不安定なのかなこの子みたいなやけ、そう。リオツンさんをね、壁にしてリオツンさんの裏で泣いてたんですよ、よく。やっぱレッスンとかさ、やっとさ、そのもう、あ、もう一緒にレッスンできんやんって思ったりとかするし、厳しいんですよ。おはよう、おはよう、おはようございます。北沢いちごと言います。よかった、あら、お願いしますまあね、厳しいですよね。もうやばいですから、本当に。今日も、あ、今日ではないか、昨日も、そう、昨日も、発表が終わった後、一緒にご飯食べ行ったんですけど、お迎えに上がらせていただいてね。いちご寝るとゆいなが言ってたあ、寝るよっていう伝言、寝るよ私もおはよう。もうね、不健康だから鼻直したいのに直せない、不健康が。もうやだよ。おはよう山根か坊主さん、タコありがとう。おはよう、おはよう。やっはー、悲しいですよね、やっぱり。なんかもう、どうしよっかどうしようかな、どうしたらいいと思う？おはよう、おはよう。もうずっとね、ずっと何ヶ月も考えてたんですけど、ちょっと厳しいですよね。メール取ってくださってる方は読んでくれたと思うんだけど、悲しいです悲しいですよ、ずっと。もう本当に一番最初に仲良くなったし、それからもずっと一番仲良かったし、一人で生きていけってことですか、私に。なんで置いていくの、普通に。もう無理かもしれない、ほんまに無理かもしれない。どうしよう。いや、じゃ今日そういう配信じゃないから、普通にやめて。おはよう、おはよう。もう23日にね、僕の太陽公演を広島のねエディオンホールをねでするんですよ。エディオンホールでねするんですよ。でそれが最後のね公演になるんですよ。もう結構絶対泣いてしまうだろうなって思うし、もう泣きそうだなって思っちゃう。なんかずっと、おはよう、おはよう。ファフミさん、うん、落花生ありがとう、フォローありがとう。おはよう、おはよう。うん、落花生ありがとうございます。おはよう。なんか厳しいよね、やっぱ一番。もうなんかなんだろう、同期とかではなく本当に家族とかそっち系のねレベルだったから悲しいよね。おはよう、おはよう。うん、じゃあもうどうやって生きていけばいいの、私は。レッスンも一人で行けってこと？いつも一緒に行ってたじゃん、一人で行けってこと？オレンジさん、赤のペンライトありがとう。おはよう、おはよう。私はもうレッスンも一人で行って、もうレッスンも一人で帰って、もう毎日一人でご飯食べればいいってことなの？ちょっとキス構文入ってるけど、おはよう。
休みの日も一人で、一人で出かけて、一人でご飯食べて、一人で行ければいいってことなの？おお、違う、もうやめて、そういうんじゃないんだった、今日は、ごめん、今日間違えた、おはよう、おはよう。おはよう、そう、質構文出ちゃうから、おはようございます。なんか、そういう感じだよね。鼻水止まらんって、もうほんま最悪。なんか、ダメかもしれない、ずっと。難しいよね。まあでもなんか結構 X とか見てると、なんか結構勝手にさ、こうだからやめるんだろうとか、なんかこういうのがあるからやめるんだなみたいな、なんか理由を勝手にね、そう推測してる方とかもいるけど、もうなんか全然違うし、なんか別に、そういうんじゃないから、もう勝手にそういうのを憶測で言うのは多分やめた方がいいんじゃないかなっていうのは思いました。ふみさん、だるま、ありがとう、おはよう、おはよう。なんかちょっとそういうのは嫌だなって思っちゃった。なんか別にそのちゃんと前向きにこう決めたことだから、私も応援してるし、だからなんかそういうのはちょっと嫌だなって思った、私はね。レンジさん、赤のペンライト、ありがとう、おはよう、おはよう。なんかもうこれこれこうだからとか、これが悪いからこうなったんだみたいな、なんでも関連づけるのは本当に嫌だなって思いました、私は。全然そんなんじゃないし、本人が前向きに決めたことだから、そういう風に言ってなんか、なんか、言うのはちょっと好きじゃないなと思って。チャーハン定食さん、ハートありがとう、おはよう。だからなんかあんまりそういうのは、エアポッツに接続された？え？これ聞こえてる？これ聞こえてますか？オレンジさん、これ聞こえてる？これ聞こえてますか？おはよう、おはよう。これ聞こえてる？ねえ、これ聞こえてる？あ、聞こえてる。あ、よくなんかエアポッツに接続しましたみたいな表示が出たからさ、何事かと思いましたよ。聞こえる、よかったよかった。なんか一瞬エアポッツに謎に接続されました。なぜでしょうか。ニャカルの方もありがとう。一瞬途切れた。あ、なんか一瞬なんか勝手に怖いからやめてほしいんだけど。戻ってる、よかった、おはよう、おはよう。聞こえてる。あ、よかった、ごめんごめんごめん。よかった、聞こえてて、まあ、なんかまあでも悲しいものは悲しいから、悲しむときは悲しみましょう。でもなんか勝手にこれこうだからだとか、この人はこうだからとか、これが原因なんだとか、なんかそういうのは結構見てて嫌だなって思いました。し、なんか私はもうちょっと前から聞いてて、応援したいなって思ってるから、こうやって前向き、まあ前向きではないですけど、なんか頑張れって思ってますから、頑張れって思ってるんですよ、私は。本当に本当に頑張ってほしい。まあでも自分の人生ですから、自分のね好きなように生きるのが一番です。やりたいって思うことがあるなら、それに挑戦するのも大事だし、なんかやっぱ今の環境から離れることってすごい勇気がいると思うから、それを選べたっていうのは本当にすごいことだと思います、私は。やっぱりね、ずっとその環境にいるとね、急に環境が変わるのって結構厳しいですからね。すごいすごい、その決心をしたことが本当にすごいと思います。偉いよ、普通。
そう思ってても実際に行動に移すのってすごい難しいと思うから、そんな感じですね。30分に終わるね、もう30分に終わる。私は心に決めた。フォローありがとう。そう17時からはね、あのイベントの配信もありますから切り替えてやっていきます。いや今日朝だけ許してや。朝は許して。もうね寝てないけん、なんか眠いけどなんか頭が冴えてるというか、なんかもうパニックです私は。おはようございます。眠いよ。アッスーさんハートありがとう。やっぱね寝るって大事だと思うよ。うんそうだよ。みんな今日はね節分なんですけど、あとね今日は谷口まひなさんのお誕生日ということで、おめでとうございます。いや聞いてください、昨日まひなさんがひまたぎ配信をされてたんですよ。誕生日やけひまたぎ配信をされとって見てたんですよ私は。でだから変わった瞬間に日付が、あ送ろうって思って、そう送ったんです。あの結婚して送ったんですけど、そう流れちゃって、みんなおめでとうってお祝いしとるけんね、そう流れちゃったんですよ。あー流れちゃったと思って、でもう一回ハート送ったんですよ。ハート送ってもう一回結婚して送ったんですよ。でその後にコメントを打ちました。なので私はもう2回も結婚してもらおうとして、2回結婚してって送って、1回目はもうそんな振られるとかでもない、もう気づいてるとかじゃない、もうはいみたいな感じで、そうで2回目のおひなさんに、そう2回目に結婚して送った時はそう、え無理だよみたいな、なんか普通に振られました。ガチ恋だったなって言われちゃいました。ちゃんと寝てないよ。だから今から寝るんだよ。寝る前に配信してるんだよ。そう断られちゃいました、結婚してギフト。キュー、そうコンさんハートありがとう。でも考えとくって言ってくれたから、まあ考えてはくれるらしいので、まあ、いやなんかどれ何のギフト投げようかなって思ったけど、やっぱ結婚してしか勝たんやろって思って、そうなんか私が誕生日だった時のひもとぎ配信にね、まひなさんが来てくださってめっちゃ嬉しくって、ゆきそう私も行きました。おはよう。そうだから今日はねおめでたい日ですよ。おめでとうございます。本当にうんもう3日でしょ、明日お話し会で会えるんですよ。だからあのご本人人間におめでとうって、あおめでとうはやばい、おめでとうございますっていう、やだっけとか栗島優子さんなんで、おはよう、えめっちゃ絶対に言うな、麦音さんだ、あごめんなさい、ちょっとオタクが出ちゃいました、おはようちょっとごめんなさい、オタクが出ちゃいました、すいません。そうご本人にちょっと無視してください、そういうところは。そうだからね、あそれはねそれはもう後で発表するから。そうだから嬉しい、次の日ね。で今日はあれですよね、まひなさんはとあかりさんは徳島でバスツアーがをするんですよね。おはよう、行かれる方がいらっしゃいました、楽しんでください。ぜひ人さんは明日の4日に会えるのでおめでとうございます、言おうと思います。でも大阪の直接お話し会の日が最後にある日やったけ、お先に言っておきますって言っておめでとうございますって言っておいたんだ。あれ20日とかだもんね、めっちゃ早いよね。2週間前とかに言った、そう
ちご狩りツアーでも行こうかね。そう、しのいこも無理だよ、今日は予定があるので無理ですよ。イベントもあるのでね。今日はイベントですよ皆様。おはよう、おはよう、イベントですよ皆様。皆様やばい、皆様頑張るのでよかったら応援してください。頑張ります。おはよう、おはよう。そう、イベントは17時から20時まで今日は配信します。3時間で、ランちゃん11時45分から15分だけ、普通にイベントとか関係なしに、普通に配信する可能性もかなり秘めています。そう、11時から20時のに配信して、今日は北沢リクエストを開催したいと思います。まだ全然完成してなくてもう汗汗なんですけど、まあなんとか開催したいのでぜひ見に来てください。公園投げた、お、ありがとう、待ってます。もう北沢が大号泣することが確定している23日の僕の太陽公演ですね。2月23日の僕の太陽公演、エディオンホールさんのやつで出演しますので、ぜひ来てください。次の日がね、リアルお話し会だったりもあるので、多分来やすいかなとは思う。あと祝日なんですよ、なんでぜひ来てください。おはようございます。そうですよ、おはよう。そうそうそう、連休ですので、いつもよりはいつも平日だったのでね、来やすいかなと思いますが、よろしくお願いします。おはよう、おはよう。そう、今日はまひなさん誕生日なので、いい一日にしましょう。節分でもありますし、今日おめでたい日なんですよ。そう、バスツアー行かれる方もね、バスツアー行かれる方いるかね、いらっしゃったらぜひ、もう私の分も行ってきてください。ぜひ楽しんでお過ごしください。今日はいい日になりますように願っておりますので。髪ショートヘアの時代はあったの、あるよ。これ伸びたんですよ、私ブブだったんですよ、これ伸びたんですよ髪が。なんとやけ、アーシャも短いし、初期はめっちゃもうショートヘアだし、高校生の時とかもなんかハンサムショートっていうめっちゃ短い髪型とかして、ウルフとかもしとったけど、基本短かった。でも最近伸ばしててちょっと伸びてるんですよ。そう、今日はひなさんもお誕生日おめでとうございます。リアリーク、ありがとう、おはよう、おはよう。いや、言わんでいいよ、別にいちごちゃん服いらないですよ。いちごちゃんはね、服は大丈夫ですので。いや、いちごちゃんの服は、まあ、今回のイベントでみんなが3位以内にそう入れたらいただけるんですよ。どこまで伸ばすの、わかんない。でも今年かの成人、来年その成人式まで伸ばすかな。でも大体この辺ぐらいでともとどめようかなと思ってる。フォローありがとう、おはよう、おはようっていう感じです。まあね、どんな時も朝は来てしまうものですから。今日はまた、今日は今日でイベント始まるので頑張ります。もっと短くても可愛い、もうせっかく伸ばしたのにそんなこと言われたら。初見です、こんにちは、あ、おはようございます。三期研究室 ST48 三期研究室の北沢いちごって言います。よかったらハローお願いします。今日からイベントなのでぜひよかったら応援してください。おはよう、おはよう、おはよう。そうだね、口が癖になる、本当なんか見えてる、これこれこれヘアアイロンです、ごめんなさい。おはよう、おはようって感じですので、今日の17時から20時まで北沢リクエストアワーを開催しますので、ぜひ皆様見に来てください。イベントも頑張りたいと思っていますので見に来てください。
そうなんか時間分けようかなって思って考えたんですけど、でもなんかあれじゃないですか、なんか星とかのギフトがなくなった分、それなら長時間配信して、配信した方が結構ショールーム開いた時になんか上に来やすいかなと思って、そうだから上に来やすい分そっちの方がいいのかなって思って、そうしかも今日はもう3時とかじゃないけ分けてもね、そうしょうがないところがあるので、なので今日はなんと3時間もよろしくお願いします。11時から20時まで北沢リクエストは開催します。そう部門ごとに発表してって、その中から1曲ぐらい歌っちゃうよぐらいの感じですかね。そう今日はねもうちょっとどうしようもないので、なので今日は20時まで3時間ぶっ通して配信しますって。そう星もないですから、そういう感じですかね。はい、全部は歌わないし多分全部は入ってもないから、そう星はね結構難しかったから、また今日は頑張ります、よろしくお願いしますっていうのも朝のうちに言っておこうと思って言ってます。そうそうだよね。そうでまた4日以降のね予定は今組んでて、なんか4日お話し会っていうことなんかど忘れしてて、普通に1日休みかという体で組んじゃって、だからもうやもう一回組み直してまた送ります。フォローありがとう。 X にも載せますのでぜひお待ちください。フォーティエイトグループリカワしますなので皆様見に来てください。そう今ねいや必死でこうやってやっとるけ、なんか多分この後寝るとか言ってるけど、ちょっとなんか作業するかもしれない。おはようおはよう。そう今日のね5時からの配信のために作業するよ。なのでもう皆さん見に来てくださいという感じで、そろそろランキング読もうかしらという感じでね、ランキング読みます。15位から読みます。15位フラペチーノさん、14位カズノリさん、13位遅刻極楽までさん、12位タダノリジョニーさん、11位竹まつるさん、10位スミッチさん、9位フレッシュイチゴになりたいのさん、8位ノリさん、7位カイトさん、カイトさんかな、6位アッスーさん、5位ファフミさん、4位チャーハン定食さん、3位オレンジさん、2位山猫坊主さん、1位ミクナーさん、ありがとうありがとうございます。おはよう。そうチャーハン定食さんハートありがとう。という感じで今日はもう配信の日なので、今日から今日の5時から始まりますので、長いねイベントが始まりますので、ぜひ皆様見に来てください。おはようおはよう。仮眠はするするよ、ありがとう、寝るねっていう感じです。まあいろいろね生きているとあるんですけど、頑張って生きていきますから、皆様も頑張って生きていきましょうね。そうね、みんな朝早いね。そう寝てないよ今日は、やけ今から寝ます。今日はねちょっと予定もあったりいろいろあったりするので、無理のない程度に生きていくので、皆様も今日も一日頑張りましょう。そう今日はもうめでたい日ですから、もう日野さんの誕生日ですよ、みんな節分だし、なのでハッピーな一日にしましょう。まあね17時から北沢の配信を見ると多分みんな全員ハッピーな一日になると思うのでぜひ拡散よろしくお願いします。またねX にも投稿してるしメールにも送るので、そう X に載せたらたくさん拡散してかっこいいって感じなんですけど、よろしくお願いします。ということでバイバイ、朝は終わりおやすみ、あおやすみ、あ、まあ、おやすみか、おやすみ、また17時の配信でお会いしましょう。17時から20時までよろしく、バイバイ、切り替えて生きていきます、バイバイさよなら。